入る。乙女理論とその周辺、発売まで残り12日。本日の担当は誇り高きゲルマン、ディートリンデツバイゲルト。従者バレリア、ロシア人。私はロシアは嫌いだ。だが日本は好きだ。まだ行ったことはないが大好きだ。日本といえば侍、武士道、特攻、神風。どれも私の好きな言葉だ。日本、知識、古い。うるさい。私は最近ネットで日本人と話したんだ。だからちゃんとリアルタイムで日本の情報を入手している。その日本人は13歳の少女らしい。彼女が言うには、日本では今、ラノベアニメを抑えて、エロゲが大人気と言っていた。エロゲ、知らない。聞かない。私も詳しくは知らない。だが今年の夏休みに備えて、彼女にエロゲを送ってもらおうと思う。そのタイトルこそが、乙女理論とその周辺。7月26日発売だ。諸君も買って遊んでみるといい。入る。前作合わせてどうぞ。